はいどうもキリハです。今回はリューブ同州のチャレンジクエスト02と04のパズルをやっていこうと思います。特に04がかなり複雑でね、ちょっと難しかったです。実績ミッションのクリアも意識して解説していきますので、チャプターから選んで見たいところから見てください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではチャレンジ02をやっていきましょう。ここはチャレンジミッションで4ターン以内と400秒以内にクリアする必要があります。4ターン以内は星3クリアをしていれば問題ありませんので、星3クリアと400秒以内クリアを2回に分けて攻略します。ただ400秒以内って敵が5体なので、80秒以内に全て倒せれば全く問題なくクリアができますので、1回でいけちゃう方も少なくないかもしれません。ただどうしても難しいという方用に400秒以内に特化した内容もお伝えしようと思います。まずは星3クリアから、こちらに爆発の舞台、下に貫通の舞台を置きます。貫通の舞台を左上に、爆発の舞台を右に持ってきます。はい、そうしましたら貫通の舞台を左に入れ替えを行いまして、爆発の舞台を右に持ってきます。そうしましたら爆発の舞台を上に、貫通の舞台を左下に、次のターンで貫通の舞台を下に。現れた足場に爆発の舞台を移動して、相手のターンで終わりになります。お疲れ様でした。はい、それでは400秒以内クリアをやっていきましょう。通常でやると5000かかってしまいますので、各80秒でクリアする必要がありますが、このやり方でやると4000で済みますので、各100秒でクリアすれば400秒以内を達成可能になります。配置は一緒で、下が貫通の舞台、左が爆発の舞台になります。まず貫通の舞台を左上に、爆発の舞台を右に持ってきます。はい、次に貫通の舞台を左上に持ってきまして、爆発の舞台と入れ替えをします。で、このままフェーズ終了を押してください。はい、次のターンで爆発の舞台を右下に、そうしましたら貫通の舞台を下に持ってきます。一旦遅らせることで、ここの貫通の舞台との戦いを避けることができました。次のターンで貫通の舞台を下に、爆発の舞台を上に持ってきます。最後のターンで爆発の舞台を右上に持ってきまして、このままフェーズ終了で終わりになります。お疲れ様でした。はい、それではチャレンジ04をやっていきましょう。こちらのチャレンジは実績ミッションで5ターン以内にクリアする必要と400秒以内クリアが必要になります。星3クリアをすれば5ターン以内は達成可能なので、まずは星3クリアからやっていきましょう。まずは右にボス戦を行う爆発の舞台、下にサブの爆発の舞台、そして上に貫通の舞台を置きます。このまま任務を開始しますと敵が動き出します。
はい、このように真ん中に敵がなだれ込んでくる感じですね。で、キャラを動かす順番がかなり重要なので、手順通りにやってください。まずはメインの爆発の舞台を左に。次にサブの爆発の舞台を上に。貫通の舞台を右下に持ってきます。はい。で、今真ん中の敵に対して3部隊全部が隣接してる形になってるじゃないですか。で、真ん中の敵がどこに襲いかかってくるかというと、一番最初に動いた部隊に来ます。なので相手は軽装備なので爆発の部隊と当てたいので、サブの爆発の部隊から動かして右に持ってきます。次に貫通の部隊を左下に。メインの爆発の舞台を上に持ってきます。はい、次のターンで貫通の舞台から動かしまして、貫通の舞台を右に。サブの爆発の舞台と入れ替えをしまして、そのまま右に持っていきます。メインの爆発の舞台を上に。はい、そうしましたら貫通の舞台を左上の舞台にぶつけます。次にサブの爆発の舞台と入れ替えをしまして、そのまま左に持ってきます。メインの爆発の舞台を上に。はい、そうしましたらサブの爆発の舞台を右に持ってきます。そして最後にメインの爆発の舞台を右に持ってきて、相手のターンで終わりになります。お疲れ様でした。はい、それでは400秒以内をやっていきましょう。このやり方でやると計4戦と2回ギブアップで終えることができますので、結構余裕ができます。配置は先ほどと一緒で、こちらにメインの爆発の舞台、こちらにサブの爆発の舞台、そして上に貫通の舞台を置きます。はい、そうしましたらメインの爆発の舞台を左に。サブの爆発の舞台を上に。貫通の舞台を右下に持ってきます。はい、そうしましたらサブの爆発の舞台から動かしまして右に。貫通の舞台を左下に。メインの爆発の舞台を上に持ってきます。
はい、そうしましたらこのターンからこの戦闘スキップをなくしてください。レテンを外しましたらタブの爆発の舞台を右上に、メインの爆発の舞台を上に、パンツの舞台を左上に持ってきます。で、ここの戦闘はギブアップをしてください。だいたい5秒ぐらいで終わります。はい、次のターンで貫通の舞台を動かして右下に、メインの爆発の舞台を上に持ってきます。はい、でこちらの貫通の舞台もギブアップをします。はい、最後のターンで爆発の舞台を右に持ってきて相手のターンで終わりになります。計4戦2回ギブアップで終わりますので結構時間に余裕ができます。ぜひお試しください。お疲れ様でした。はい、ということでチャレンジ02と04のパズルの解説でした。他のチャレンジクエストの動画も作ろうと思いますのでアップされましたら見てくださると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、よければ高評価の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。